借金また取り返しに行くぞー、行くぞー。今回ね、僕動く必要すらないと思ってるんで。は？マジで？お？マジでマジで、もう絶対見つからへん、もう余裕。ガチ？ちなみに見つかったら、もし見つかったら、おい、借金返してくれる？もちろん。撃つぞお前。どこだろう。ちなみに割と忍法を使った系男子？え、全然普通に来た。あれやな、排水溝の隅とか机の裏とか探すべきやな。いや俺なんなら大先生、実は割と東大元暮らし施設あるんちゃうかって勝手に妄想してるから。いや割とね、大先生ね、そうやね、あの近場に隠れたりするからね。あ、割と大先生ほんまなんていうの、その心理の資格に隠れるのが非常にうまい。そうやね。どれどれ、今最も私に近い男は、ね、近いの、シンマ、シンマ、それあれやんけ、お前。ん？仁義なき我々で、そう、仁義なき我々の舞台や。へい。さあ、どこにいるの？誰が近いの？近いの？え、トンシが一番近いかな。お前、早々にヒント求めると、お前、軟弱もんか、お前。いや、トンシじゃねえの、これ誰だ？なんか、いるかよ、お前。言わんでえ、言わんでえ。逆に言わんでええわ。せやな。楽しもうぜ。あ、サッコン好きだろ、お前。懇願するなんてことが、お前、あってたまるかい。もう3分で見つけるね。暇やな、マジで。あ、エミさん。暇じゃない、まだ暇じゃないもん。ちなみに大先生からさ、うん、見て、シンマはめっちゃ遠いとこおる。シンマどこやろ、ちょっと見るわ。あ、そのレベルなんや。あー、まあ、まあ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 まだ近いん、てかなんなら一番近いんじゃねえの俺が。おや、これはこれまずいのではないか、私。何だと？何？何？何？いや、そんなことないか。いや、我が輩これまず。いや、これな、何が面白いってほんまに他のやつの場所もわからへんからな。どの辺が面白いのかもわからへん。誰が近いとか言われてもな、あの、うん、そいつのが近く。そいつがわからへんから、もうもはや。そいつだけやな、得すんの。あ、全然大丈夫やっと。シンマやっぱアホやわ。なんだと？これ再現させないよ。先生すげえ隠れんの、お前。うん。すごい上手いよな。どんだけ人生隠れてきたらこんな馬なんのか、お前もう。またもうほんまに。あれ？まあまあまあ、まあ、確かにな。大先生がさ、人生で一番最初に隠れたんって何歳ぐらいの時？そうやな、風邪薬のシロップを親から隠れて飲むために隠れた3歳の夏。早いな。遡り方がやばい。今一番近いの誰なん？お、見ようか。もう余裕すぎてマップなんか全然見てなかったわ。マジかよ。よいしょ。あっ、ね、こいつは誰だ？ジョン・デッドマン。なに？ケンケン。マジか。どこにいんねん。あれ、なんで一般市民がこんなとこにいんだ？あん、 俺ですね、一応今は。デッドマンや、デッドマン。俺に一番遠いのは、俺シンマ。また、かな、また。あ、違うわ、違うわ、こいつだ。誰だ？あ、ゾムさんですね。チース。一番遠いところに来てんもんな、今。俺も相当遠いところに来てるもん。ってことはここじゃねえんだな。うん、逆方向だな。こいつ何、俺見てビビってんねん。おい、え、あんなつまんねえ、お前。人の顔見て悲鳴上げやがってよ、お前よ。そら自分の過去を考えて見てみろ。そらスパイダーマンみたいな過去してんやろ。あ、やべ。お、やべ。あ、パトカー集まってんじゃんか、もしかして。お、パトカーに追従し、やべ、白尻尾を出したな。なんでババア一発蹴っただけやんけ。あ、全員わらわらと集まってきた。てか、明らかに、誰かを引いてた、一般人を引いてた車がいたんだよ。待って、これ、駐車場の中か。なんたら駐車場か。駐車場さっき見たけど、おらんかってんけどな。いや、わからん。いっぱいも来たんで。移動していた説。あ、2個あるからな。あ、そうか、2個あんのか。そうやね。こっちの方見てなかったな。でもな、俺もさすがに移動してるって勝手に思ってんねんけどな。ふう、巻いたった。ふう。
いない。あーあー暇やわ。ドライバーライフルかあれやわ。ガチガチに使いまぐろ。あのあ何を売ってるの君。あぶね。本あれどうしたんですか皆さん。そのとこに固まっちゃって。君何を売ってるの。え固まってる。えみんな みんな一緒の場所にいない。これ周りに割と誰もね。これ同じ駐車場におるわ多分。あ、うん、みんなこれ差し合わせたわけじゃないんだ多分ね。あのあれやわ警察のいる場所がいつの言う位置やろうって邪推したけ一回忘れ。おそらくなるほどね。こういう誘導の仕方できるんだ。邪推邪推。あー見つけてくれへんかな誰か。マジでマジか。これとマジで見つからへんぞこれやべえな。マジどこにいんのこれ怖いんやけど。スーパーヒントタイムいっとく。もうおいっちゃう。ダメダメらしい。エミロはダメダメ。エミロダメだ。いた。ちなみに今一番俺に近い男それはゾーム。えマジで俺ら。えマジで距離的な問題でね。第2位エミール。おエミール。やっぱそうだよな。第3位楽しい。え俺周辺周辺やな。第4位オスマン。あまた俺が一番遠いんか。第5位あれこれがトンシか。え、じゃあこれ誰だったっけ。あ、これシンマだ。ごめん、間違えた。俺多分一番遠いと思うねんけど。一番遠いのはね、シャオバンビタン。でも、トントンの近くいるよね、俺多分。うん。あれあ、どうだ、こっちじゃないってことや。そういうことや、こっちじゃないってことやな。こっちや。大先生、マジ大。この中間発表とかも虚偽の可能性があるからな。ほんまに。中間発表はガツよ。あ、ガツな。サクラン。大先生もしかしてやけどまた犯罪起こした。そんなことないよな。あ俺は何もしないよ。じゃあ大丈夫やわ。俺今あまりにも暇すぎてあの素振りしてるからな。バットで怪しすぎるやろ、うん、お前それ、うん、こんなことも余裕でできちゃう。ちょとりあえず腹立ったからあの エーミールが乗ってきた車蹴ったわ、うん、ええよ。そしたらおった。いやいねえな。そっか。ちょっと一回またちょっと俺原点回帰して駐車場。あいた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 。どうしたの見つけたの。マジ地下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 。なるほどね。ということは地下鉄ってこと。え何あいつ地下鉄乗った。乗った。あえて乗れんの。乗れんの。乗れる。えどこ行くん。駅や駅を封鎖するんや。よいしょ金かい。あーあ見つかってる。見つかってるやん。すげえあいほんま嗅覚が違う。おすげえ。あーすごい。マジか。え先返せた。あれ金持ってるこいつ。ナンバー何の大先生が金持ってんのよこれ。ナンバー39。殺し続けなあかんのもう。